飯泉ず内安政6年10月7日は、江戸時代末期の死史。はじめ渡辺六蔵を名乗った。意味名はただ、明、後智介。別称は一蔵。文化二年、誕生。はじめ土浦藩藩主、土屋彦忠に仕え、大官として、民生を預かり、農政で一定の功績を残した。天保三年、脱藩して、江戸浅草の豪商の手代となる。 後旗元、蘇我右衛門の爺、飯泉春堂を娘婿に迎えて、飯泉氏を名乗るようになる。加英五年、上京して三条、サネツムの歌手となって、小林義則や村井忠司令らと交流した。加英六年、アメリカ合衆国のマシューペリーの来航に際して、祈りの一言をサネツムに剣白して、幕政を批判。安政四年、 江戸へ戻るも、京都の同志と情報を交換していた。また、将軍警視問題では、橋本さない、梅田雲平らと一橋派に遺族した。ところが、安政5年、新福寺のロシア人との接触を疑われて、下田奉行、手付、柿役、大沼又三郎に捕らえられる。自宅からは、スータの書類が押収され、その中に、 多くの死士との手紙などがあったことから、安政の大国に発展した。なお、安政の大国は、明治以降に定着した古障で、当時は、こうした経緯から、飯泉機内書筆一件と呼ばれた。安政六年、橋本早内や雷三木三郎らと共に、江戸天満長老屋敷で残刑に処された。去年55。墓所は、東京都荒川区南千住の恵光院。 ありがとうございます。